はい、こんにちは。日本改革党、楠澤です。5月4日、メール党員限定懇親会、ご応募ください。今日はですね、南千住に行って凱旋やってまいりました。東京29区衆院選、出ようと思ってますんで、公明党の岡本、打倒岡本が、を狙っておるんですけれども、南千住、明日の城の世界ですね、山谷。なんかやけに宗教施設が多かった。ウリスト教の教会とか、なんかやたら目につきました。そういう場所なんでしょうかね。お声掛けくださった皆様、ありがとうございました。人の歩みがゆっくりでした。池袋なんかではみんなせか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 歩ってるんですけれども、こちらは人の歩行スピードがゆっくり、若い子連れの若いお母さんと赤ちゃん連れなんていうのも多く見かけました。テレビがなくてもスマホなどネット端末で何らかの手続きをしたものに受信契約締結義務を負わせる放送法改正案が審議入り、おとといだそうであります。契約義務っておかしな日本語ですよね。契約の自由っていうのがありまして、民法でね、いつどこで誰とどういう内容で契約するかは自由っていう、契約自由の原則っていうのはあるんですけど、だったら義務って言葉なりっこないんですけど、おかしいですよね。改正案ではですね、 NHK のネット配信を放送と同じ必須業務に格上げするともしていました。世論です。こうやって少しずつ NHK の都合がいいように法改正していく。ネットのインフラにただ乗りするゴミ虫、 NHK だけ破壊するミサイル降ってこないからすごい憎んでますね。日本以外の国からも取れよ。次は各家庭にチンピラを送り込んで契約するまで玄関に居座る。次の改正案でネットも受信料必須になるのも時間の問題。 NHK は存在自体が不要。テレビかパソコンかスマホ持ってたら受信料払えってか、ネット接続できるなら払えだろうね。怪しいリンク踏んだら NHK 移って支払い督促来るらしい。なんか詐欺サイトみたいですね。次から次へとウィンドウが開いて、閉じれないっていうやつかな。世界中から徴収できるね。ネットでわざわざ NHK 見るわけないだろう。ここまでは閣議決定もされているんで、この通りに通っちゃうんでしょうね、残念ながら。中共の犬仲間の野党も騒がないし、親分子分の関係にある民放もだんまり批判しないしね。どうして親分子分の関係かっていうとですね、お金がない民放がですね、東京五輪とか、まあワールドカップとか、巨額の放映権料払わなくちゃいけない時にですね、NHK にお願いするんですよ。NHK さん8割出してもらえませんかみたいな。で、NHK がですね、よっしゃよっしゃっつって、払ってやるもんで、親分子分の関係であると、中の人に聞きました。ネット通信なんだから放送法で規定するのはおかしいって気がつかないですね。バカな自民党と公明党議員、今のところはですね、何らかの手続きをしたものとされているが、そのうちすぐにですね、スマホあったらパソコンあったらネットにつないでたら受信料払えて法改正されますよね。自民党公明党議員がバカだから騙されるから、そういう動きやったらすぐに抗議デモをしましょうね。これネットにつながってたら払えでは、これ世界中から取んないと整合性取れないよ。日本人以外からもネットなんだから世界中で見れるんだから、っていうことにできるかどうか、その NHK が無理やりできるかどうか、何にもね、他のサブスクと一緒にですね、 ID とパスワード発行でいいんじゃねえの。それを入れてログインして、ログインしないと見れないように主催すればいいんじゃねえの。 NHK はですね、スマホ持ってたら金取りたいっていうのを狙ってますんで、堅くなにそれやろうとしないんですね。のパスワード発行、 ID とパスワード、他のサブスクみたいに、スマホ持ってたら、ネットつないでたら、パソコン持ってたら金もらいたいっていう下心あってですね、これ言わないんですよ。これ狙ってですね、徐々に変えていこうとしますから、そういう動きやったら、また抗議でもしましょうね。ワシントンで日米首脳共同記者会見、岸
岸田総理、同盟国である中国、あ、失礼、同盟国である米国と言い間違えてしまう。これですね、奥さんに浮気相手の名前で呼ぶみたいなことやらかしちゃってますね。世論です。スピーチめっちゃ練習してると聞いてたのに、バイデンが何かやらかすと思ってたのに、バイデン、とうとう出たね。バイデン仕草、バイデンとお仲間やん。バイデンのボケ具合に合わせなくていいんだぞ。米国と中国と同盟って強すぎだろ。なお、同時通訳がですね、起点を聞かして訳さず、米国人には気がつかれなかったみたいなんですけども、それよりバイデンにですね、韓国大統領って紹介されなくてよかったじゃん。事前の前評判では、バイデンがボケかもして面白いことになるって、岸田総理をですね、韓国大統領こちらどうぞとか、言うんじゃないかっていうようなことが噂されておりましたけれども、なんとバイデンよりもボケかましてた。それもですね、奥さんを浮気相手で呼んでの名前で呼んじゃうような最低最悪の間違い、やらかしてしまった。なんで書類読んだんじゃねえの、いつものように。国会でね、いつものように官僚が作った書類棒読みしたんじゃねえの。この時は原稿なかったのか、それとも原稿読みながらも間違っちゃったのか。いつもいつも中国のことばっかり考えてるから、こんな間違いしちゃうんじゃねえの。アメリカに行ってすら中国のことが頭に離れないから、こんな間違いしちゃうんじゃないんですか。私は意地悪なのでそう思います。岸田が渡米して何をしてきたかというと、主に軍事面の連携強化の話をしてきたみたいであります。相互運用性強化のため、それぞれの指揮統制枠組みを向上させることで一致だって、指揮権に関わることですね。世論です。次は何を交わされるんだろう。米軍の下請けになるか、詳細がわからんと何とも言えないが、韓国軍みたいな下請け軍になるのは嫌だ。指揮系統を渡しちゃダメだぞ。共同作戦を行う時のためにある程度ルールを決めとかなきゃダメなんじゃないのと。皆さん有事の際にですね、指揮権を没収される完全属軍の下請け軍、バイト、韓国軍が念頭にあるみたいであります。ですんでね、自国の軍の指揮権自国で持ってない、韓国は独立国と呼べるのかっていうですね、疑問がすごくあるんですけど、あそこって実はアメリカの韓国州、テキサス州、サンフランシスコ州、韓国州なんじゃねえのかな。私は重々思ってるんです。自分の軍隊自分で動かせねえ独立国なんかねえべって、常々思っておるんですけれども、だから韓国とは一切外交しないでですね、アメリカとだけ外交してればこと足りるのではないか。だってアメリカはですね、アメリカ政府が東京都とですね、外交しねえじゃん。しねえじゃん。だから、そう思ってるんですけれども、そうするためには、自衛隊は軍隊であると内外に示さないといけないので、それはないと予想いたします。そうするって韓国軍みたいに、有事の際は、米軍の下部組織に組み込まれるって、なるためには自衛隊が軍隊であるって内外に示さないといけない。外には示してあるんですけれども、誰も自衛隊を軍隊じゃないって思ってないですよ。世界中の人は実力5位だから6位なんでしょう。核持ってないだけでイギリス軍は凌駕してるってランキングなんでしょう。内外っていうの中ですね、中のパヨがギャー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 騒ぐ、朝日新聞騒ぐ、NHK も騒ぐのをねじ伏せて、自衛隊は軍だからってしないといけないので、それはないと思われます。日本の中小企業はですね、部品を止めたら米軍だって機能しなくなるしね。実はですね、ステルス戦闘機のステルス塗料、あれ日本の中小企業のペンキ使ってます。そこしか作れないっていうのを作ってます。現在の自衛隊は法であれこれ制限されてやれないこと多すぎるので、米軍の指揮下に入るのもそんなに悪くないことかもしれない。なんかやってさ、パヨがギャーギャー騒いでも文句は米軍に言って、命令されて
やっただけでうちらはって言えますしね。代々木にある日本共産党本部ビルにスプレーで落書き、文字のようなものを書かれており、共産党は警察に被害届を提出、謎であります。世論です。自作自演オツ、暴力革命目指す共産党は警察と敵対してるんじゃなかったのか。中国でやったら勇者なんて書いてあったんだろう。火炎瓶投げてたくせに落書きぐらいで警察使うな。自民党本部がやられたらミー、また自演会はもっとうまくやるバカ。まあ自演じゃないと思われるんですよね。自演の場合はですね、あの奇跡的な角度で卵を投げ入れられた辻元清美のように警察に被害届出さないんですよ。自演、選挙ポスター破られるなんて自演の場合も被害届出さないんですよ。これあの警察に被害届出して、警察に自演でしたねって突き止められると思っちゃう。なのでこれは本当にやられたんでしょうね。自演じゃなくて、過去にですね、あの税務署員から警察官やら地主やら手当たり次第殺害して恐れられてた共産党も舐められたもんですね。もう回復不能にですね、体調著しくて、仕返しなんかできねえわなこいつらにやられて思われたんでしょうかね。犯人があのどういう属性かちょっとわかりません。本部に不満を持つですね、冷や飯食いの共産党員の仕業でしょうかね。公認してもらえなかった議員候補のやつとか、そういえば東京第15区の補選で共産党ね、若いひょろひょろの男の子を出してたんですけれども、なんか引っ込めるってね。で、立憲の応援に回るなんてことを発表になっておりましたけれども、その男の子はまあ不満でしょうね。共産党に対して不満持つでしょうね。パヨってさ、もともとが全員ですね、俺は悪くない、組織が悪い、社会が悪い、日本が悪いって恨みがましいやつばっかでしょ。つまり逆恨み体質っていうんですかね。だから不満を持った中の人がやったのかもしれないな。衆院補選東京15区、自民党が乙武候補推薦取りやめ。まだ正式にはなってないですけれども、まあ取りやめるだろうみたいな話。候補から乙武から正式な依頼がないっていうのと、5人と不倫した絶倫不倫問題で党内から反発の声が上がっているため、ごまたじゃないっすって、記者会見で言ってましたけど、結婚生活15年間で5人と不倫したっていうのが正しいみたいなんですけども、世論です。推薦するしない言ってないでまともな候補連れてこいよ。自民党自身がまともな候補連れてこいよ。これ柿沢って逮捕されたやつが自民でしたっけ。柿沢多分有罪なんですけれども、柿沢と取り替えらんないんだろうな。人材もいないし、まあ、一回決まっちゃった選挙区そんなに動かせないんでしょうね、自民党は。だから候補決められなくて擁立もできなかった。なんであんな爆弾を抱え込みたいのかわかんねえ。知名度で当選できるやつなら何でもいいんだろう。乙武押すならなおさら自民なんか投票せんわ。家族を何度も裏切った人が国に尽くせるのか、はなはだ疑問。そうだよね。党は自民公明が応援して盤石かと思ったらそうでもなくなってきましたね。公約が共産党と変わんねえんだから乙武は推薦して当選したって自民の言うことなんか聞かないと思うぞ。江東区の有権者の皆様、よく考えて日本のためになる人に投票してね。よろしくお願いします。その他のニュース、立憲民主党の梅谷守衆議院議員、選挙区の有権者に日本酒を配り買収で刑事告発されてしまう。記者梅谷議員が刑事告発されましたが、岡田幹事長承知してません。記者、今後の党の対応は。岡田幹事長、承知してないのでコメントできません。記者、党で進めてた調査はどうなりました。岡田幹事長、時が来たら発表します。幹事長のくせにですね、何百人も何千人もいるわけじゃねえ。自党議員のですね、刑事告発も知らぬ存ぜぬで逃げ切る姿勢はさすがだな。身内の不祥事に静かなること、林のごとく。他党の不祥事に非難すること、火のごとく。どう非難されても動じないこと、山のごとく。これ山尾しおりさんとかすごい動じなかったよね。
不倫して叩かれまくったのに全然動じなかった。逃げ足の速さは風のごとく。どうせテレビ新聞がですね、スルーして守ってくれるしね。立憲議員は治外法権のやりたい放題で楽ですね。出現してもさ、テレビがなかったことにしてくれるしね。民主党末期はですね、テレビ新聞の必死の擁護も間に合わないほど、間に合わないぐらい、失政と失言で倒れちゃったけど、野党で無責任なうちは与党ほど叩かれないし、幹事長がどんなに不誠実な対応しても楽勝ですね。どうせこれもテレビじゃやんないでしょ。EU 議会が偽装難民送還迅速化に着手。散々綺麗事ほざいてどやってた欧州も現実的な被害に耐えきれなくなって方針転換と。日本も欧州を見習って難民申請の難民審査の迅速化、送還の迅速化をしないと。格付けオートのフィッチレーティングスが中国の長期信用債をネガティブに格下げ、ネガティブダメーっていうことですね。中国共産党ふざけんなと文句たれました。格付け会社がこうしたってことは自分らは大体売り抜けたってことなのかな自分らは売り抜けた。民間会社の格付けにわざわざ中国財務省財政省って言ってが反応してですね、文句垂れとか必死すぎて哀れ、図星すぎて焦りすぎなんでしょうね。アメリカの未成年に圧倒的人気なのは iPhone だそうであります。調査対象の平均年齢 16.5 歳、まあティーンですかの若者の実に 85% が iPhone 使ってる。次も iPhone っていう結果になりました。これ知らんかった。私おっさんなんで Android 使っておりますけれども、あとスマホあんまり使っておりません。老眼で小さい文字見えない。あとメール打つのが大変、ボタンがちっちゃくて日本でも若者は iPhone 人気と聞きましたが、皆さんの周囲の若者はどうでしょうか。というわけでですね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。あとメール登院の皆様は限定懇親会にご応募よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。